やっぱり日だまりが聞こえるって、そのお弁当の一緒に食べるっていうその温かい、そのそれこそ木漏れ日の中で、皆さんこんにちは。チルチル企業ビールレビューサイト、チルチル記者のアプリコットと、同じくチルチル記者のアナコンダです。はい、ということでドラマ日だまりが聞こえるが完結いたしました。はい、ちょっと前回の7話までの感想から1ヶ月ほど約空いてしまったんですけれども、はい、それまでの間に怒涛の展開がございましたね。はい、ということでちょっと今回はドラマの魅力など語っていきたいと思うんですけれども、はい、どうでしたか？いやもう最後までこれどうなるんだろうっていうハラハラドキドキ展開で、あ、でしたよね。感動、もう前は前は感動してました。そうですよね、なんかもうべしょべしょになっていた記憶があります。はい、ということでまず8話から語っていきたいと思うんですけれども、はいはい、やっぱここは浩平くんのクソデカ感情でしたよね。もうそれ一択ですね。一択ですよね。手作りのお弁当を持って行って、はい、持って行って、そこでちょっとその前にちょっとすれ違ってたじゃないですか。そうですね、俺いらないのかなって太一が思ってたり、そのまやちゃんの登場でやっぱり聞こえない人同士の方が分かり合えることもあるんじゃないかっていう葛藤とかがあったんですけど、それをね乗り越えてくる浩平くんっていう、お家に来てピンポンして、はい、花火のシーン良かったですよね。やっぱ浩平くんって結構前も私言ったかもしれないんですけど、ちょっと太一くんよりはこう一歩引いちゃってるというか、うん、あんま思ってることなかなか言わないじゃないですか、はい、その浩平くんが太一じゃなきゃ嫌だってことを伝えるってすごいですよね、うん、はい、その花火で結構気持ちがぐわって私たちも上がったと思うんですけど、はい、上がりましたね。最後太一のおじいちゃんが、はい、ダチって言ってたんですよ。あ、そうですね、なんか二人の関係を、はい、友達っていいなみたいな感じ、ね、そんな感じで、そこでまた次の話どうなるんだっていう。そうなんですよね、この二人って結構、まあ、やっぱり浩平くんから太一くんに対して告白はあったんですけど、それでももう友達として関係性が続いてる状態じゃないですか、はい、本当にこのまま友達なのかっていうところが気になりましたよね、はい、もう太一以外に食べてほしいと、お弁当とか食べてほしいと思わない、もう太一じゃなきゃっていう、もう半ばプロポーズのような感情ぶつけていた8話でございましたけれども、はい、やっぱり転換期になったのは9話ですかね。そうですね、はい、あの将来やりたいことが何もないと思ってた太一くんじゃないですか、はい、でもそこはねやっぱり原作ファンとしては馴染み深いサイさんと出会うことになるんですよね。サイさんすっごい解釈一致でした。そうなんですよね、なんか陽気で朗らかな人柄の中になんか物事の深いところまで見えてるような眼差しっていうのがすごい、サイさん私解釈すごい一致しました。やっぱりそのサインっていう会社が他の人向けにサービスを展開している会社じゃないですか。そこでそれを聞いた太一のちょっと社会に対するモヤモヤとかをまだちょっと言語化できてない部分があるけど吐き出していくっていうの良かったですよね。そうですね、はい、なんか結構相手が社長になると身構えちゃったりする時もあると思うんですけど、うん、もう全部本音をバッてさらけ出せるのはやっぱり太一の性格だからかなっていう風に、うん、そうなんですよね、うん、言えないじゃないですかどうしても。でもそのコヘと交流を続けてるっていうのもあって、その社会の難しさに対して諦めずにぶつかっていく姿勢っていうのがすごい素敵だなって思いましたね、はい、そこでうちで働かないっていうサイさんもなかなかだと思うんですけど結構リスキーな、そうですよね、選択を、もう本当に刺さったんでしょうね刺さったんでしょうね、太一のことが。それでもうこれからでもやりたいことを見つけるために大学に行って、そこで太一をやりたいことを見つけた、じゃあ大学を辞めるっていうのになるのも太一らしいところなんで、確かになかなかできない選択っていうのですよね。そのアルバイトを始めて、そこでまあやっぱり働くの大変だなっていうかその上司のね先輩からのしごきもあって大変ながらもこの仕事をやりたいっていう思いが続いていくんですけど、そこで気がかりなのはやっぱり浩平くんの存在。そうですね、はい、で大学中退を視野に入れる太一ですけど、でそこで浩平くんもまあ強がっちゃうから、うん、でなかなかその辞める理由とかも辞めるっていうことも言えず、でも聞き出せず、太一がいなくても大丈夫だよって言っちゃうんですよね。
でもなんかきっと相手のことを思ってのセリフなんだろうなとか思うと。そうなんですけど、でも太一くんってやっぱりそのいなくても大丈夫って言える本心なわけないじゃないですか本心なわけなくて、もう太一は本当にすごくてそれに救われてて、太一じゃなきゃダメなのにってもう泣いちゃうぐらい、まやちゃんに気持ちを吐露するぐらい大きな感情なのに、そこを抑え込んじゃうっていうのが優しさであり残酷なところかなと思いますね。まあそんな切ない朝もあったんですけれども、はい、なんか心が温かくなるようなシーンもいっぱいありますよね。そうですね、はい、私個人的にはちょっとまやちゃんのとの関わりも結構泣けました、うん、まやちゃんも結構大事なキーパーソンとして、はい、そうですよね。なんかそのやっぱりまやちゃんとのやり取りも通して、あの浩平くんはこうやって太一に救われてきたんだろうなっていうのもわかるじゃないですか。そしてなんか登場人物一人一人にスポットが当てられて全員が前に進んでいくっていう展開がすごい美しかったです。そうですね、なんかそのまやちゃんも浩平くんと同じで割と強がっちゃうっていうか、うん、なんか私が頑張ればいいんだって抱え込んじゃってたんですけど、そこでお前十分頑張ってるだろって言ってくれる太一の光属性が良かったですね。あの11話感動的でした、ね、感動的でした。それこでその後にあのマヤのこと泣かせちゃったって言って浩平と会う太一なんですけど、なんかその時ももう浩平はもう分かってるというか、あマヤもそうやって救われたんだな太一に言って分かってるような眼差しだったじゃないですか、はい、そこがすごいキュンとしました。分かります、はい、柔らかめのちょっと表情柔らかくて優しいじゃないですか。そのなんか中にある思いの強さみたいなのって結構垣間見えるじゃないですか。そこがすごい見ててドキドキしますよね。結構包み込む感じの、はい、もうそして別れ際のハグですよ。もう公平に正直に大学を辞めるってことを打ち明ける太一だったんですけど、ここで公平も引き止めず今までありがとうって言って、でも最後感情あふれ出して抱きしめるっていうのがすごい切なかったですね。ちょっと11話の最後といえばやっぱり、はい、あの手話じゃないですか。手話これですね、はい、これ本当に原作も私大好きなので、はい、このシーンがもう動いてこうゆっくりこう指の動きで伝わるっていうのがすごいもうギュッとなりましたしんどい。でこっから立場に向けてどうなるんだっていうドキドキもありましたよ ね、 ねこの地方ってやっぱりこの大体この日だまりが聞こえるだからこそできることじゃないですか、うん、はい、できるその切なさであったりとかその優しさであったりとかの表現だなって思ったので、でここからの最終話ですよ、はい、最終話にもこうどう畳まれていくのかっていうところが気になっていたところなんですけれども、やっぱりその公平から太一への大きめの感情っていうのは割と随所随所で見られてたんですけど、はい、太一から公平への愛ってだいぶでかくないですか。だいぶでかいですだいぶでかいのに、はい、それに自分も気づいてるのか気づいてないっていうのはやっぱりその太一みたいなところだと思うんですけど鈍感すぎて鈍感すぎて、友達じゃこんなことただの友達にこんなことしないってみんな思ってる、太一以外みんな思ってる周りの人もまやちゃん含め周りでもみんなえここまでするならみたいなところだと思うのに本人だけが気づいたっていう。もう最終話でまやちゃんが全部代弁してくれてありがとうって思いましたね最終話ですね、背中を押してくれました、はい、背中を押してくれましたね、はい、なんかその最終話で太一が浩平このサインの仕事をしてる理由について、なんか浩平が聞こえなくても寂しくない場所を増やしたいみたいなこと言ってたじゃないですか、はい、それがすごくなんか見てるこっちも救われましたね、うん、こうやってあの人の痛みとかに寄り添える、こんなに寄り添ってくれる人がいるんだってことがすごい救済でしたね。もうザ・光属性の、そうなんですよね、闇が一切ない、もう曇りなき眼っていう大きすぎる、でもこの愛って大きすぎてもうこちらとしてもあの見えないぐらいの大きさどれこまで大きいんだろうこの愛はっていう風に思ったんですけど、そこでまあ友達だった2人がどうなっていくのかっていうのが夏祭りで見えましたね、
浴衣可愛かったですね。可愛かったです。浴衣と人名とすごい可愛かったんですけど。小学生かよ。あれめっちゃ可愛かったんですけど、そのやっぱり後編ももう大きめの感じを抑え込んでるから友達として会おうって言うじゃないですか。はい、で太一は徐々に気づき始めてるんですよね、自分の感情に。だからそう友達って言われたことにモヤモヤして、この手話のあなたが好きですっていう意味にもモヤモヤして逃げ出しちゃうんですけど、そこで追いかけてきた公平の本当に。でも友達のまま終わっちゃうのかなって本当に思ってて、ね、その切ないラストに進むのかと思ったら、手話の意味も分かり、はい、分かり、感情、思いの丈をぶつけ合うシーン良かったですよ。こう溢れ出ちゃった感じじゃないですか。こう考えるより先に行動してたみたいな感じだったので、うん、あの1話の公平と比べるとすっごい成長したなって思いました。もう余韻がね止まらないですけど、なんか目の動きというか演技というか、目のうるうるした感じとか動き方とか、そうなんですよね、繊細な部分もすっごい良かったなって。良かったですね。もう眼差し、なんだろう、涙こらえてるし、もう泣いてるしみたいな、その揺れ動く感情みたいなのと、あと最後に太一が公平に向かって思い、自分の思いをぶつけるじゃないですか。そこもなんかまっすぐすぎて良かったですね。もう12話の最後は、はい、あの出会った屋上で、はい、やっぱり日だまりが聞こえるって、そのお弁当の一緒に食べるっていう、その温かい、そのそれこそ木漏れ日の中でのやり取りが醍醐味じゃないですか、はい、そこに戻ってきてっていうのが良かったですよね。ですよね。そこに戻ってきてやっぱりちょっと変化したのかなっていう感情で、最初の出会いの転げ落ちてくるところの回想もありつつ、美しかったですね。美しかったですね、撮る映画天才的でした。すごい、なんか最後までどうなるのかなって思ってたんですけど、スッて転げ落ちるような感じで、なんかすごく2人のこれまでの感情とか、あの出会いからこれまでまでの全ての感情とかやり取りとかが全てもう意味のあるものだったというか、全てがまとまっていって二人がこれから歩んでいくんだろうなっていうのが伝わってきて、すごいあの染みるラストでした。そうですね。私は BL ドラマ見てるときはみたいな感じで見てることが多いんですけど、日だまりが聞こえるに関しては、よかったな、心の底からっていう感じでしたね。BL ドラマって結構やっぱり恋愛がメインなところあると思うんですけど、そうですね、日だまりが聞こえるはなんかもう恋愛だけじゃなくて、そうですね、いろんなことを考えさせてくれる。そうですね、この、そうです、なんか私たちの生きる世界のちょっと難しさであったりとか、他の登場人物たちの努力とかやりたいことってなんだろうとか、すごいリアルでしたね。リアルでしたよすごいキャストさんの演技のうまさとか、の目線の配り方とか、そういうのも含めてもう隅から隅まで堪能できるドラマでございました。はい、はい、そんな余韻が止まらないドラマなんですけれども、日だまりが聞こえるっていう原作自体はすごく物語がこれからも膨らんでいっておりまして、はい、いろんな2人が見れるようになっておりますので、続編含めてまた2人に会いたいなという気持ちがありますね。はい、ということで、まあそんな余韻が止まらないドラマなんですけれども、ユネクストの方で全話が独占配信されておりますので、はい、まだ何度も何度も見れるということで、あと私個人的に感動したのが、なんか字幕版があるんですよね。あ、そう、日本語字幕版があって、そのやっぱり耳の聞こえないっていう題材だからこその取り組みなのかなというのもちょっと思って感動しておりますなのでそちらのユネクストの方も合わせてチェックしてみてください。はい、はい、それではせーの、バイチュー。